沖縄における過重な基地負担、騒音被害、普天間飛行場移設問題、辺野古新基地建設、みんなで考えてほしい沖縄から伝えたいアメリカ軍基地の話、全6回でお伝えします。沖縄のアメリカ軍基地の疑問を分かりやすく解説、沖縄から伝えたいアメリカ軍基地の話、スタートです。沖縄県には現在31のアメリカ軍専用施設があります。その総面積は18,484 ヘクタール。沖縄県民の9割以上が住んでいる沖縄本島において、およそ 15% の面積をアメリカ軍専用施設が占めています。ここで問題です。何もなかったところに基地ができて沖縄の人が住み着いた、丸か×か。正解は×。なぜ沖縄にアメリカ軍が駐留するようになったのかを説明するために、沖縄の歩んできた歴史から振り返りたいと思います。日本の南に位置する沖縄はかつて琉球王国と呼ばれ、アジア諸国との交易を通して中国や日本などから様々な影響を受け、独自の歴史と文化を形成し繁栄を築いてきました。その沖縄で住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が繰り広げられたのです。第二次世界大戦、そしてアジア地域を舞台にした太平洋戦争が勃発。1945年3月26日、ケラマ諸島へアメリカ軍が上陸してきたのを皮切りに沖縄本島へ上陸。その後激しい地上戦は本島全域に及び、日本軍の司令部が置かれた首里城もアメリカ軍による爆撃を受け炎上消失しました。鉄の暴風と呼ばれるほどの凄まじい爆弾投下と砲撃により、緑豊かな島々は焦土と化し、沖縄県民の4人に1人、一般住民を含め20万人を超える死者を出したのです。沖縄に上陸したアメリカ軍は住民を収容所に強制隔離し、住んでいた土地に次々と基地を建設しました。1945年、太平洋戦争が終結した後に住民はそれぞれの地域に戻りましたが、基地建設によって家や田畑を失った住民も多くいました。その後もアメリカ軍は1950年の朝鮮戦争の勃発など、国際情勢の変化や本土からの海兵隊の移設に伴い、銃剣とブルドーザーで住民を追い出し、家を壊し、田畑を潰して新たな基地を作っていきました。1956年の経済白書で、もはや戦後ではないとされた高度成長期真っ只中の日本本土では、アメリカ軍が起こした事件事故などへの不満の高まりなどを背景として、アメリカ軍基地の整理縮小が進みました。その一方で、アメリカ軍の施政権下にあった沖縄では、日本本土から海兵隊の移転が進んだのです。また1972年に施政権が日本に返還された後も、本土では基地の整理縮小が進む中、沖縄には多くのアメリカ軍基地が日米安全保障条約に基づく提供施設区域として引き継がれ、現在でも日本国内にあるアメリカ軍専用施設の 70.3% が沖縄本島に集中しています。このような歴史的背景を知った上で知事に伺います。沖縄は1972年の本土復帰からおよそ50年、正確には48年経ちますが、基地の負担は変わっていません。
住宅地に隣接し世界一危険と言われる普天間飛行場に至っては基地の周りに人が住み着いたというふうに誤解をしている方もいらっしゃいます。いかがですか。はい、太平洋戦争ではアメリカ軍が沖縄に上陸し多くの沖縄県民を巻き込みました。その命を奪い住んでいた土地を接収した上で基地を作ったというそういう歴史的な事実を、ぜひ皆さんにご理解をいただきたいなと思いますね。今の宜野湾市、当時の宜野湾村にも多くの集落があって1万4000人余りの人が住んでいました。役場や国民学校、病院などもありました。また阿佐普天間には沖縄県庁中上郡地方事務所や県立農事試験場など観光庁が設置されて沖縄本島中部の中心的な場所だったんですよね。はい、住民が避難したり収容所に入れられている間に利用価値の高い土地を強制的に接収したということです。まあ、戻ってこられた住民の皆さんは自分のふるさとに帰りたくても帰れなかったということになりますね。ですから自分がいない間に知らない間に土地がなくなって他人に奪われてしまったと考えたら皆さんどう思いますかね。いやもう本当に悲しいですしびっくりしますし何が起こったんだろうと思いますよね。そうですよね。それこそもう本当にウリアデージなと運動と驚いたでしょうね。いやもう本当にもう一デージという、ね、感じですけれども、ね、まあ、この小さな島の中に多くのアメリカ軍基地があるという現状、基地の中から沖縄を見るとまるで沖縄が基地に囲われているように見える、そんなふうに揶揄する声もありますね。はい、このテロップを見ますとすぐ分かると思いますが、このわずか 0.6% の本土との比較して面積しかない沖縄に実に 70.3% の米軍基地が集中するなど本当に過重な基地負担を強いられているんだという事実を皆様にご理解いただきたいと思います。しかも戦後75年、その間日本本土は目覚ましい社会の発展を遂げる中で沖縄では多くの米軍基地があるためにいわゆる沖縄の経済の発展をフリーズさせているわけですよね。日米安全保障体制が大事であるのならば基地負担も日本全体で担うべきだと考えます。沖縄県としては県民の目に見える形での基地負担の軽減が図られなければならないと考えるのも十分お分かりいただけるかと思います。沖縄から伝えたいアメリカ軍基地の話を今回を含め全6回にわたってお伝えしていきます。次回はアメリカ軍基地があることによって起きるアメリカ軍関連事件事故および日米地位協定の問題についてお届けします。第2回はアメリカ軍関連事件事故および日米地位協定の問題について。問題です。沖縄の本土復帰から2019年末までアメリカ軍人軍属などによる事件の数は。正解は次回の動画をご覧ください。